ジョアン一世王の旗ジョアン一世は、ポルトガル王国、アビス王朝の創始者で、ポルトガル王。ペドロ一世の諸子で、フェルナンド一世の異母帝。エンリケ公会王子の父にあたる。政治、軍事の多くに成功を収め、ポルトガルの前世紀の基礎を築き上げたことから、大王と呼ばれている。不王の三番目の王妃イネス・デカストロの死後、目掛け妃。 テレサ・ロレンソとの間に誕生した。武勇に優れ、青年期はアビス騎士団の総長を務めていた。1383年、イボアニ・フェルナンド一世が死去すると、その娘のベアトリスが女王に即位し、その母のレオノール・テレスが、摂政となり、レオノールと貴族による先制政治が始まる。それに対して、ジョアニ・一世は、反王批判に支持され、 ポルトガル王国内における勢力基盤を築き上げた。戦争に疲弊し、経済的に困窮する都市の仮想民や職人層の反乱が、ベアトリスの即位前から各地で勃発し、都市仮想民と一部の貴族は、カスティーリアとの戦争で利益を得たレオノールとその、長身であるオーレム・ハク・アンデエロを悪性の元凶として敵視していた。一方、 このようなポルトガルの乱れを見たカスティーリア国王フアン一世がベアトリスの婿であることを理由にポルトガルへ侵攻した。大法官アルバロパイスはペドロ一世の諸子でアビス騎士団団長のジョアンを説得し一部のリスボン市民と協力してオーレム・ハク・アンデーロを殺害した。1384年1月にフアン一世はベアトリスとの間に生まれた。 ミゲル王子こそ正当な王位継承者だとして、ポルトガルに侵攻した。レオノールはサンタレンまで進軍した、フアン一世に、ポルトガルの統治権を移譲し、国内は、カスティーリャ王国派とジョアンを掲げるアビス派に分裂した。カスティーリャ軍は、リスボンを包囲したが、ジョアンらは耐え抜いて撃退し、国民から、旧国の英雄として称えられるにまで至った。レオノール・テレスは、殺傷を辞任したが、 フアン一世に背いたことが発覚し、トルデシリアスの修道院に遊兵された。1385年5月、コインブラで開催されたコルテスにおいて、カスティーリア軍を撃退した功績を評価されて、ジョアン一世は、ポルトガル王に選出された。同年8月、フアン一世が再度侵攻してきたが、アルジュバロータの戦いでこれを大いに破った。ベアトリス女王は退位し、 2年余り続いたカスティーリャとの戦い及びポルトガル内戦は終結した。さらにカスティーリャ王国の背後に同盟国フランスがいるのに対抗して1386年にイングランドとウィンザー条約を結んで同盟した。1387年にカスティーリャ王国と最初の休戦協定が結ばれたが1396年から1397年に かけて起きた小競り合いを経て、数度休戦協定が結ばれた。1387年2月2日に、イングランドとの同盟の証として、ジョン・オブ・ゴーンとの娘フィリッパとポルトで結婚した。二人の間に生まれた王子たちはいずれも優秀であった。1411年、カスティーリャ王国と和睦を結んで即敗の脅威を排除すると、積極的な勢力拡大に乗り出した。 1415年、エンリケ公会王子と共に、モロッコに進出し、同地に勢力を拡大した。当初は、ナスル朝が支配するグラナダに進出する計画を、持ったがイベリア半島内で勢力拡大を行うと、カスティーリアを刺激するという懸念から、アフリカ大陸方面にその進重先を設定した。その後も、積極的な勢力拡大に努めて、 ポルトガルの前世紀の基礎を築き上げた。またこの年から、長男のデュアルテを共同統治者とする。1433年、77歳で崩御した。他にも、イネスペレス・エステベスとの間の諸子で、ブラガンサ家の祖となった初代ブラガンサコーアフォンソなどが、いる。ありがとうございます。